どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルードやっていきたいと思います。食料もね、徐々に増えてきたので、早めにここの換気を作りたいと思います。まずちょっと電気を開拓しないことには、餌も大丈夫だね。これって何作ってるんだっけ。ああ、石灰作ってるんだ。石灰って結構作れてるのかな。まあ気になるところだけど、先にまず手をつけたところを終わらせよう。まずこれを解決しないといけないから。あ、なるほど、ここね、それ問題だね。こうかな。これが多分いやー、こっちから削って大丈夫かな。仕方ないね、削ろうか。削るというか、ここはタイルにしたいよね。いや、そこちょっと開けるとまずいんですけど、大丈夫かな。大丈夫？あ、液体ちょっと一個試してみたいな。運べないのかな、液体って。どこかに液体が余ってないかな。これって、あー、移動できないのか。これまずいな、かなり。ちょっと厳重にドアをしないと怖い。あー、休憩時間か。休ませよう。食事もだいぶできてるし、やっぱ2台にするのと、あとここの酸素のところにきちっと作ってあげることによってだいぶ改善した気はするな。今までの苦しみは何だったんだろうっていうぐらい。そしてガチャはブルッセルベリーか。まあ一応もらおうか。最近もここひどいね、やっぱりね。あ、ここで手洗わないとひどいんだ。まずい、トイレがまずい。あれ、でもここって、あ、トイレこれだけにしちゃったんだ。あれがないから、水がないからっていう理由で。あ、まずいな、これ。朝すぐ直さないと大変なことになる。まあ、別に水洗トイレ使ってもいいんだけどね。水も分けてあげれることは分けてあげれるし。どうしようかな。浄化してもいいんだよね、正直。この水。これって熱いから、あー、でもこれの水をシャワーに持ってくると、部屋が熱くなっちゃうか。いやー、悩ましい問題ではあるな。ちょっとなかなか悩ましいな、それは、それで。
とりあえずパイプを これはしごってどうしたらいいんだろう。はしごの上にパイプってつくのかな。パイプがもう通って、パイプ確か通るよね。はい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 。これもうちょっと削んないとダメだな。ここからちょっと階段状に上がる感じで。そうだね。やっぱり一マス以上離さないと厳しいかな。いや、離さないで、とりあえず閉じて、ちょっと量が多いようだったら、空間を削ってあげよう。とりあえず。ちょっと大胆に削っていこう。うん、料理はいいね、本当に。安定してきてる。電気はあと、とりあえずあれだ、水素発電を考えないといけないんだ。うまくいくときといかないときがあるんだよな。ここにして、最初これをだけを動かして、酸素が多く溜まるから水素も溜めていっぱいになってからこれを動かせばいいのかな。あと横にしたのがダメなのか、ここを床にして下につければ効率がいい。どうかな。そういうことかな、多分。で、最初できた酸素をずっと捨て続けて水素が溜まるまで待つ感じ。それとも酸素がいくつになったらとかできるのかな。気体の流れを制御できる。ちょっとなかなか使い勝手がわかんない。何気に夜だった。あれ、あと一個どれ。危ない。よしと、それをしながら、水のチェックをして、なんか水結構減ってない？大丈夫？ああ、こっちに無駄に溢れちゃってるからな。もったいないな。ここ止めてもいいのかな？もう。ここ一回止めた方がいい気がするな。あ、でもそしたらあれか。水が流れないか。難しいなぁ。わぁ、卵いっぱいあるけど。赤いのってトリックって名前だったから確か。ダメだ。スリックスターの卵しか生まれてない。絶望する。大量に生まれてくれないのかなぁ。どうしてだろうな。生まれる図鑑に書いてあるのかな。動物スリックスター、これだよね。トロトロでしょ。適温温度が90度、スリックスターが50から140の160まで。これは270。これ暑いとこで生まれるのかな、もしかして。で、暑ければ暑いほどいいとか。85度でも足りないとかかな。ちょっと気になるとこだな。でもこれ以上暑くするの難しいよな。君何してるの？帰りなさいよ。ヘイブ君、ダメ。
役に立ってないよ。エイブ君の役に立たなさが。液体は吸い上げてくれないのかな。病原菌とかも大丈夫？大丈夫だね。腐敗病になりやすいみたいだけど。いやダメか、結構作業時間かかるなこれ。これは直してくれないと困るでしょ？これもだね。いやー難しいなー本当に。スーツ1個足りないんだか？あ、嘘嘘嘘。ごめんごめんごめん。いいね、みんな休んでるね。これでこの食中毒がよくわかんないんだよな。なんでこんなに食中毒なんだろう。食中毒って何そもそも。病気かな。汚染水とかを使ったりするとなるのか。食中毒って何で消せるんだろう。へえ。パック入りの、あーリン、ファームリリーの花が少ないんだ。ファームリリーって確かこれでしょ？違う。あ、水素で育つやつか。違う。ファームリリー、ファームリリー。ああ、塩素でしか育たないんだろう。それ難しいよね。塩素かー。まあでもちょっと作った方がいいかな。これ何？あ、石炭と水でできるんだ。あ、これ飲ませよう、とりあえず。はい、それではちょっと次回薬も作りつつ、左上の工事進めていこうかなと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オカメでした。アディオス、アミーゴス。またね。